だだ旦那かん旦那がスイ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 男の旦那がスイスイスイ、なんだったっけ、歌忘れちゃったよ。どうもどうもパパ、はい、お願いしたいの、うん、聞こえた今の。聞こえたよ。何聞こえた？旦那かんやろ。そうまたね、うん、できちゃったのよ、食べたいものが。どれ見たい？見たくない、できることなら。でもね、これ絶対パパも好きなの。なんならチビランドのが食べないかなぐらいの感じ。絶対パパも好きなの。最近お酒やめて甘党になってんの知ってるよ。俺が好きでチビランドはでも食べへん。うん、食べないと思う。チビランドはシナモン系？あーちょっと違う。でもそれ系、大人っぽいお菓子。ご覧になる、うん、こちらでございます。半熟カヌレ。そう、すごくない？なんかね、去年だけどまたね流行ったんだってカヌレ、うん、これこれ映えー。でもね、店舗がね、ちょっとしかなくて。でも、美味しそうでしょ？お取り寄せか。そうなの、お取り寄せもできんの。うん、でも買ってきてほしいの。取り寄せたら、うん、買ってきてほしいの。出来たてスイスイスイが食べたいの。だから視聴者さんはお取り寄せできるでしょ、うん、東京以外でお住まいの方は、うん、だからいいじゃん。視聴者さんも食べられるし、で一番近いと原宿なんだけど、やっぱちょっとお腹重いから原宿まで行けないなみたいな感じで。昨日原宿まで散髪行っとったやないか。え、原宿じゃないよ、あれは渋谷。いや、その一駅が遠いのよ。あれ原宿やで。原宿じゃないんだよ、あれは渋谷から歩いていくから。いやいや、もう3分歩いたらラフォーレ着くやん、あそこ。パパ舐めないでよ、このお腹で3分で着くと思ったら大間違いよ。ラフォーレまではもう5分はかかる。何言うてんねんって。買ってきたらええの？そう、美味しそうでしょ。でもちょっと食べたいでしょ。半熟カヌレってどういうことって感じでしょ。確かにあのカヌレって外がカリッカリで中柔らかいじゃない。うん、それがさらに半熟ってどういうことって気になってるでしょ。もう気になってるでしょ。ハッシュ詰め合わせでいいですか？いい。プレーン、コーヒー、ほうじ茶、抹茶、ラズベリーとカカオ、スパイスとオレンジ、桃とアールグレイ、ココナッツ。わー、桃とアールグレイ美味しそう。ココナッツも美味しそう。へえ、おな、行ってきますわ。やったー、ありがとうございますね。チビランド食べなそうじゃない？うん、プレーン食うんちゃう？プレーン食べるかな。うん、それかラズベリーとカカオ食うんじゃない？なんかちょっとだけさ、お酒の風味聞いてる時ない？カヌレって、うん、まあだからアルコールは飛んでるんだけど。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。はい、ということで半熟カヌレを買いに出発いたしました。道が混んでます。一応11時オープンだったのでお店を調べたら今10時半回ったところでございます。なんかね、初めて聞いたお店だから下調べ何もないんですけど、超人気店で並んでて買えないみたいなことだけはまあ避けたいなと思ってるんですけど、行ってみないとその辺もわかんないんで。原宿でもう本当にラフォーレとかすぐそばなんで、もしかするとオープン前から若い子たちが並んでてなかなか大変だというパターンもありえるのでね、帰ることを願ってます。登録してくれよ。さあ、ということでやってき
来ました。こちら原宿ラフォーレの向かい側の路地を入ったところですね。こちらのボブというお店はそのお店でございます。行きましょう。はい、ということでゲットしましたので持って帰りたいと思います。登録ボタン押してね。はい、ということで買ってまいりました。ありがとうございます。カヌレ、わー、おしゃれ。半熟カヌレ、うん、はい、じゃあちょっと開けてみてください。はい、要冷蔵なの？これ要冷蔵で3日間で、結構ね、ネットで買うと、冷凍で届くそうです。うーん、はい、あー、ペン、あ、なんか、はい、もったいぶっちゃってね。もうちょっとテンション上げてこ、パパ。はい、上げてあー、美味しそう。あー、すごい、めちゃくちゃ小さい店。え、そうなの？うん、原宿店。へー、3畳ぐらい。3畳あったかな、2畳半ぐらい。そんな狭いの？キッチンぐらい。あ、いや、でもほんまそんなよりないな、キッチンよりない。あ、そう、うん、へー、美味しそう。はい、こんな感じでございます。うわ、どれにしよう。じゃあ好きなやつ食べてください。説明しましょうか。うん、白いのココナッツ、うん、でラズベリーとカカオ、はい、でほうじ茶、うん、あれほうじ茶、うん、裏もあるけど、なんで絵なの。でもほうじ、どっちがほうじ茶か分かれへんな。これが半熟プレーンだ。半熟プレーンね。え、で何、分かんない。これスパイスとオレンジでしょ。うん、で、これ抹茶、これ何、これがほうじ茶、これがほうじ茶か。これはこれがプレーンでしょ。で、これがコーヒー、コーヒー、これ茶がコーヒー豆の。ほんとだ、これ食うてみな、わからない。いや、絶対8個入りだからこれだよ、入ってるもん。これが桃とアールグレイなのでは。ああ、かもね、うんうん、これが桃とアールグレイ、これが桃とアールグレイで、はいはい、これがスパイスとオレンジだ。スパイスっぽいじゃん。でもなんか上乗ってないよ、うん、あ、ボロリしてる、パパ落ちちゃってるよ、ほら。あ、ほんまや、もうね、うん、だからこれがスパイスとオレンジで、はい、これがほうじ茶、これがほうじ茶、はい、どうぞ。やだ、ボロリしてる。え、どうしよう。チビランドちゃん、ラズベリーとカカオ行くでしょ、きっと。どうだろうね。ていうかさ、まずさ、このプレーンを半分ずつにして酒が入ってるかどうか調べた方がいい。酒感があるかどうか。でもプレーンが一番食べそうなのに。そう、うん、じゃあ他のでいく。半熟感増すらしいよ。レンジで20秒ほど温め、トースターで2、3分温めると。寝る？うん、ママこれがいい。何？ココナッツ、うん、いいよ、言って。ココナッツ好きなんだ、僕。いただきます。どうぞ。マジで。これでも確かに温めた方がいいかも。うん、これは香りが、子供が、お酒の香りするよ。やっぱり、あ、そう、うん、アルコールが、うん、あの飛んでるけど、飛んでるけど香りはある。子供食べないと思うな。オレンジとスパイス、うん、美味しい。シャレてる。うーん、オレンジの香りと、うん、味はオレンジの苦味、うん、
でカヌレの甘さ、うん、あのスパイスは山椒やね、うん、本当これ今食べてみ、これめっちゃうまい。私山椒あんま好きじゃないの。うなぎにかけてるやん。うなぎにはいいんだけど、シナモンではないの。絶対山椒、すごいココナッツがいい感じだわ。うまっ、おいしい。めちゃくちゃ大人やなこれ。チビランド食べないよ、絶対。クル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 、ココナッツいる、すごい歯型だけど、ごめん。あんまり私オレンジの何菓子好きじゃないのよ、オレンジにチョコついてるのとかあるじゃん、オレンジの耳皮か。麦の山椒の香りする。うわっ、大人すごいやろ、夏決まりやろもうわかる。前田ビバリか夏決まりか。いや夏決まりやろこれ。夏決まり、このエッジ横刈り上げてみましたみたいな。おしゃれな、おしゃれなマダム。うわぁ、癖強っ、すごい、すごい。私が思うから相当だわ。おいしい、こんなおしゃれな感じで食べたことない。めちゃくちゃおしゃれ。これね、レンジで20秒ぐらい温めてからトースターで 2,3 分リベイクだって、温め直すと中の半熟感が増すんだって。やってみよう。どれがいい？俺じゃあコーヒーにしようかな。あ、抹茶にしようか。抹茶食べないもんね。抹茶やだ。じゃあ俺抹茶食べる。じゃあママコーヒーにしようか。すごいね、QR コードを画面にこうやって映すと皆さん飛べるのかな。そうじゃない。え、わかんない。どうだろう。一応やってみよう。でも名前で検索したら出てくる。半熟カヌレボブです。女性のボブヘアをイメージ。心機一転、過去との決別、新しいスタート、さまざまな意味を持つボブヘア。新しい食のあり方、新しい体験、サステナブル。さまざまなテーマが上がるご時世の中で、美味しい食事、美味しい飲み物、美しい空間、価値を届けたい。私たち作り手から直接お届けするシンプルなあり方を取ることで、食を通じた唯一無二の体験をお楽しみいただけます。夏木まりです。確かにこの冷蔵庫から出したてだと、あのそんなに半熟具合っていうのは、あ、しっかりしてるね、生地もね、感じられなかった。はい、抹茶いる？うん、はい、抹茶が仕上がりました。あ、プチプチ言ってるもん。これ熱いな、これ絶対熱いな。ねえ、熱いよね。うわぁ、半熟、確かにトロトロになってる、なってる。いただきます。おいしい、やっぱちょっと温めた方がおいしいよ、パパ。すごい、中トロントロン、おいしい。口の中はこんな感じ、おいしいよ。うわね、やっぱ温めた方がいいよ。
食べたら美味しいよ、うん、やっぱちょっと面倒くさがらずに温めた方がいいわ。うまっ、すごい美味しい。カヌレってこんなうまいんやな。美容室の帰りに頑張って足伸ばして買いに行こうか。行くんかい。やっぱちょっとお腹重いから原宿まで行けないなみたいな感じで。パパ舐めないでよ、このお腹で3分で着くと思ったら大間違い。いやまたパパに行ってもらうのは悪いから頑張れば行けるかなと思って。しばいていいよね。舐めないよ、妊婦さんだから。おいな、一個ずつ持ってるの？うん、一個ずつ持ってると思う。で、これでおいくらですか？8個入りで。それ知りたい。おいくらだと思いますか？3000円。おお、でもそうです、うん、3140円。ちょっとお湯割っちゃった。いいとこじゃないですか、でも、うん、人にも喜ばれるし、友達ん家行くのとかさ、うん、ちょっと目上の人にお渡しするみたいな、うん、だって3日持つんでしょ、冷蔵庫入れてたら、うん、すごいよね、うん、うまいわ。うん、一個一個全然違う、違う、うん、そう。だからカヌレってこんなバリエーションあるんだっていうのも、うん、大体プレーンじゃん、うん、よかったら皆さんも取り寄せてみてください、うん、嬉しかった。ボブです。全国にある？いやいや、関東だけ。関東この3店舗だけちゃうか。うん、でもお取り寄せできるもんな、冷凍で。原宿、銀座、うん、あと東京駅、フランスと。うん、取り寄せてみてください。冷凍で届くって。いやこれ絶対いい、おいしい、うん、また買おう。美容室の帰りに行くわ。パパありがとう、うん、まだあるから、まだ楽しめる、明日も食べよう。